ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッド。血は命なり。美女の返り血はこの石仮面にある無数の細かいひびに吸い込まれていく。仮面は生き血を吸って動き出した。実に奇怪だった。男は死なない。どのような仕掛けになっているのか。この石仮面から飛び出た数本の骨身に頭を刺されているのに、我はついに手に入れたぞ、永遠の命を。西暦12世紀から16世紀にかけ、メキシコ中央高原に強大で勇猛な王国があった。その名を太陽の民アステカ。そしてその中にこの石仮面の能力で世界に君臨しようとする野望を持つ一部族がいた。石仮面は彼らに伝わる奇跡、永遠の命と真の支配者の力をもたらす。しかしある時、この部族は目的を遂げず、忽然と歴史から姿を消す。無人の廃墟を残して。なぜなのか、どこへ行ったのか、謎のすべてはこの石仮面にある。この物語はメキシコから発掘された謎の石仮面にまつわる二人の少年の数奇な運命を追う冒険譚である。聞こえねえのか、ディオ、ディオ。ここへ来い、ディオ。聞こえねえのか、ディオ。なんだい父さん、薬かい。いや、薬はいらねえ。ディオ、ちょいとここへ来い。話がある。俺はもう長いことね、わかるんだ、じき死ぬ。死んだ後の気がかりは一人息子のおめえだけだ。いいか、ディオ。俺が死んだらこの手紙を出して、この宛名の人のところへ行け。こいつは俺に恩がある。お前の生活の面倒を見てくれる。学校へも行かせてくれるだろう。こいつは俺に恩があるんだ。そう、12年前、あれは1868年の雨の日だった。こんな話、息子のディオには話せねえがよ。あそこの崖は雨で崩れやすくなる。よく馬車が落ちてた。俺はたまたまそこを通りかかったが、落ちていたのは貴族の馬車らしく、金の匂いを感じた俺は降りていった。誰一人生きていないと思ったが、赤ん坊だけ
母親がかばったせいで生きていたみたいだ。ある人間の不幸っていうのはある人間を幸福にする。俺は金目のものを物色した。ただカバンの中にあったあの気味の悪い仮面だけは取らなかった。今思い出してもゾッとするぜ。すると死んでると思った男が息を引き返しやがった。解放したつもりはないが、男は俺を命の恩人と勘違いしているみたいだ。男の名前はジョースター。礼をしたいというので名乗って損はないと思い、俺も名を伝えた。あのあとさらにジョースター教からもらった多額の礼金で酒場を始めたが、月に見放され、女房が死に、店は潰れ、病気になってこのざまだ。ちくしょう、ディオ、俺が死んだらジョースター家に行け。お前は頭がいい、誰にも負けねえ。一番の金持ちになれよ。醜くってずる賢くって母に苦労をかけて死なせ、最低の父親だったぞ。一番の金持ちになれだと、ああなってやるとも。お前の遺産受け取るぜ。一人でも生きられるが、利用できるものは何でも利用してやる。だからこのジョースターとかいう貴族を利用して誰にも負けない男になる。クスメ、この人形買ってもらったのか。お前の親父やぶ医者のくせに儲けてっからな。よし、人形の服を脱がせてやるぜ。あそこが本物と同じかどうか見てやれ。やめろ。人形を返してやるんだ。なんだお前、エリナの知り合いか。知らない子だが、僕には戦う理由がある。この野郎、女の子の前だからってカッコつけるやつ。俺こういうやつ大嫌いだ。やっつけてやる。カッコつけてやる。カッコつけてやる。Get to the end! Get 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 to
生意気なんだよ。こんなのかよ。やっつけてやる。Yeah.
あげるんだ。わ、分かったよ、畜生。貴族みたいに威張りやがって。まさかこいつ、ジョースター家の一人息子じゃねえだろうな。俺は金持ちが嫌いだ。恨みはねえが、とにかく嫌いだ。もしあそこのジョースター家のやつだったら、ボコボコにぶちのめしてる。このハンカチを見ろ。僕の名前はジョナサン・ジョースター。逃げも隠れもしないぞ。あ、こいつやっぱりジョースター家の一人息子だ。この野郎、お腹が止まるんじゃねえぜ。お前知れ。ふん、金持ちはてめえの敷地内だけで遊びやがれ。行こうぜ。いいからほっといて、向こうへ行けよ。僕は君に感謝されたくってあいつらに向かって行ったんじゃないぞ。僕は本当の紳士を目指しているからだ。君が女の子で困っていたからだ。相手が大きいやつだからって、負けると分かってるからって。紳士は勇気を持って戦わなくてはならない時があるからだぞ。でもいつか勝てるようになってやる。ジョナサン・ジョースター。でも、なんだってこのハンカチをポケットから出したの？名前をわざわざ見せなければあんなに殴られなかったのに。きっとこれも彼の言う本当の紳士になるための必要なことなのね。誰だろう。そうだ、ディオ。この子の名はディオ・ブランドーだ。父さんの命の恩人が亡くなられたので、
父さんがその息子を引き取り、ジョースター家で生活することになった。僕と同い年の男の子だ。君はディオ・ブランドーだね。そういう君は、ジョナサン・ジョースター。みんなジョジョって呼んでるよ。これからよろしく。ダニー！紹介するよ。ダニーってんだ。僕の愛犬でね、利口な猟犬なんだ。心配ないよ、決して人は噛まないから。ダニー！何をするんだ！許さん！こいつがジョースター家の跡継ぎ、一人息子のジョジョか。こいつを精神的にとことん追い詰め、ゆくゆくは代わりにこのディオがジョースター家の財産を乗っ取ってやる。